体質的に合わないって言われたんだっけ。らしいんだよな。ああ、早く俺用にバージョンアップしてほしいぜ。油みたいなものをかけてきやがった。あよくあるとベッドベトになるぞ。油みたいなものをかけてきやがった。あよくあるとベッドベトになるぞ。ここだ。やっ、よし。
敵が珍しいものを落としたみたいだ。 なかなか筋がいいな、ユイト。光栄です。憧れのセプテントリオン、瀬戸隊長に褒めてもらえるなんて。そんなに大したもんじゃないさ、セプテントリオンなんて。軍の分かりやすい看板として祭り上げられただけだ。だがせっかくそう言ってくれるんだ。ユイトを失望させないように囲まれろ。やった。よし。 そのまま攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。やった。外角の存在を確認した。畳みかけろ。俺がやる。 戦闘終了だ。 狙えるぞ。
街って、いろんな種類の小さな店が密集してたんだな。他ではあまり見ないような専門店もあるぜ。営業してたら寄ってみたかったんだけどな。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベットベトになるぞ。計画通り建設が進んでたら今頃ここにも人が住んでいるはずだったんだよな。ああ、政府は居住区域を広げようと開発に勤しんではいるんだけどな。怪異が退去して現れればそれまでの努力は水の泡だ。ここもその一つだな。任せろ。ユイト、やったぜ。俺がやる。周りにある重機、タイミングよく攻撃に使えたらいいかも。動きよく見て。アナよろしく。悔しい。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。
今の場所が弱点か。ねえつぐみ、あのルーペどこで買ったの？いつも持ってるやつ、すっごく可愛いよね。視力が落ちてるから持ち歩いてるだけなんだけど、ルーペ可愛いって初めて言われたかも。あ、でも買ったんじゃなくてもらい物なの。ごめんね。36件、逃げるにしかず。
依頼の討伐対象私の力使う。姿は消えてるんだ。まだ怪異はそこにいるぞ。殺を使えば楽に探せる。行くぞ。物資反応があるみたいだな。あの怪異、依頼の討伐対象。死の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。この調子で行こう。対象は他にもいるぞ。次を探すか。依頼の
かなりレアボスじゃないか。任せろ。やったか。今のはさすが。この調子で行こう。やった。やった。これは単に情報として聞くだけですが、筋肉を維持するトレーニングはしているのですか？まあ筋トレか。大した量ではないが、帰宅後の時間つぶし程度にはな。いえ、この筋肉のツヤ、そして張り、決して時間つぶしの鍛錬などではないはずです。やりますね、ゲンマ。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな、気をつけてくれよ。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。あいつの硬い外角を壊すには何かでかいのを叩きつけるのが良さそうだぞ。ではし、ユイト、念力だ。狙いのターゲット撃破できたね。次も頑張ろう。この調子で行こう。来い。そのまま攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。
なんかさ、私たちいつも一緒だよね。ここはスルーしちゃおう。フィールドを開けたけど、あれもバイアスの補助があったのかな。おそらくそうだろう。バイアスには感情の揺れをより大きくする効果もあるようだ。バイアスは確かに有用なシステムになりそうです。よし。でもリスクの大きさも認識しなければなりませんね。この調子で行こう。よし。最後はユイトが決めましたね。狙えるぞ。
ぞ。終わりだ。ユイダ、好奇ですね。任せろ。依頼で討伐をお願いされてた怪異見つけました。あれ、行けぞ。スラッシュ。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。合わせてもらう。そこで何か手に入るんじゃないか。近くに物資反応を見つけた。
い、イライラさんです。次の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな、気をつけろよ。コツを教えましょうか。俺がやる。いいぞ、敵は燃えてる。畳みかけるぞ。今の一撃は見事でしたね。任せろ、終わりだ。ねえルカ、カレーレン隊長って普段はどんな人なの？あんなに厳しい人だと恋人とかは想像できないよね。前に好きな人がいたことくらいはあったと思いますが。そういえば私、前に声かけてもらったことあるよ。その時は意外と優しいなって思ったけど。兄さんが花火に合図を。行けますよ。敵が珍しいものを落としたみたいだ。敵の動きいっぱいです。そのまま攻撃されたターゲットだね。まだ瞬間移動を使うと楽かもしれないな。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな、気をつけてくれよ。そら変えるよ。君分裂したぞ。でも奴は本体を倒せばダミーも消えるはずだ。ユイト、どれ畳みかけるぞ。手が本体か見極めてくれ。狙えるぞ。行け、ユイト。
けるぞ。私とユイとナイスコンビかも。ああ、俺たちいい感じだな。よし、任せろ。油まみれの相手にはもちろん火だろ。俺がやる。攻撃、畳みかけるぞ。終わりだ。いや、聞いて、今の場所が弱点か。来い、ゲンマ頼む。外角の破壊に成功。一気に攻めろ。見事な連撃です。ドライブを使います。俺がやる。敵多すぎだろ。
いるよ、つぐみ。分裂したぞ。でも奴は本体を倒せばダミーも消えるはずだ。ユイト、どれが本体か見極めてくれ。任せろ。終わりだ。決めない。いける。畳みかけるぞ。行く、ユイト。任せろ。大炎上だな。爆発するタイプの怪異は面倒だね。距離を取っておかないと巻き込まれるよ。次だ。消えてたから。しないでね。さすがだな、すぐに。一気に攻めるんだ。任せろ。決める。ユイト、やっちまえ。
がとどめさせてくれた。俺がやる。私はサボる。任せろ。今の攻撃は見事だったのね。そう。狙えるぞ。やったか。見てください。近くに物資反応があるな。どうする？それにしても広いな、この病院。ストーリアル、今の海抜群病院より広いよな。そうなんだ。入院してた頃のことは覚えてないけど、その頃任せろ。やったか。設備の整った大病院だったんだろうな。お願いユイト。行くよ。このまま攻撃すれば外核を壊せそうだぞ。外核の損壊を確認した。畳みかけろ。次だ。片付いた。お前のおかげだ、ユイト。
こいつで身を守る。お願いユイト、ルカ頼む、協力してくれ。外国にダメージを確認、このままぶっ壊せ。油まみれの相手にはもちろん火だろ。さすがだな、つぐみ。開発の破壊に成功、一気に攻めろ。もっと鍛えておけば。さすが使い慣れましたね。俺がやる。狙えるぞ。終わりだ。ユータ、聞いてください。私の力ユータ、危険な状態の隊員がいるぞ。それかけるぞ。ユイト、近くに物資反応があるみたいですよ。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベットベトになるぞ。狙えるぞ。はい、こいつで。お前ってかなりレアものじゃないか。
美術館みたいで建物自体も綺麗なのに絵画優勢でゆっくり見られないな。美術館か。怪異も展示品みたいにじっとしてくれればいいのに。おお、いいな。それなら戦わなくて済むもんな。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。外角の破壊に成功だぞ。一気に攻めろ。まだ戦える。来い。やりますか。
明化した。でも私には見えてる。投資を使ってみて。煙けど怪異がどこにいるか見たいなら札を使って。畳みかけるぞ。終わりだ。どこだ。私の力使う。ダミーを言い出せる怪異のようですね。本体を攻撃したいところですが。緊張した。俺がやる。それには観察が必要ですね。貸してくれ。そら任せろ。花火の超能力を使うと良さそうだな。油みたいなものをかけてきやがった。あれを食らうとベッドベトになるぞ。おい気を抜くな。この依頼はまだ終わってないぞ。次だ。粛清なら、ユイト、私の力を生かせないかしら。火の攻撃を受けて体に着火すると体力削られるからな。気をつけてくれよ。突っ込むばかりが戦いじゃないさ。やっ、依頼の仕事は完了だ。いや、次だ。
次だ。ユイト、その調子よ。いつ崩落してもおかしくないから、頭上にも足元にも気を配れよ。物資反応があるみたいですよ。あそこで何か手に入るんじゃないか。よし、
ユイタありがとう。お疲れ様。ルカ頼む。貸してくれ。力を貸そう。あの怪異の売却、相当な高度です。俺がやる。メリットを使って重量のあるもので攻撃するのが有効でしょう。外角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。やるぞ。ルカ、決めてください。狙えるぞ。よし、いい攻撃だったぞ。力を貸してくれ。見えなくなったが、全然気配を感じるわ。見てるもんね。酸素を使ってサクッと見つけようぜ。もっとだ。よろしく。こいつで身を守る。危なかった。
直した。こいつで身を守る。どこだ。いや、回
材料つぐみ。大将さん、分かってるね。いいぞ、敵は燃えてる。今の場所が弱点か。
俺がやる。
った。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。攻撃が効いて今の場所がちゃう。俺がやる。天下畳みかけるぞ。あいだ。ナイスだね。あれ、ちゃんと見守っているわ。気安く呼ぶな。いいわ、使って。甘い。敵の動き、よく見て。ルカ、頼む。負けはしないでね。まだだ。畳みかけるぞ。ゲイト、やっちまえ。攻撃が効いて、今の場所は弱点か。あの怪異の売却狙えるぞ。相当な高度です。念力を使って重量のあるもので攻撃するのが有効でしょう。バブラのせいでうまく動けないわ。私のスピードを倒れたぞ。
一気に攻めるんだ。私の力を使う。お願いユイト、使わせてもらう。コツを教えましょうか。外角が壊れた。ガンガン攻めていこう。攻撃を集中させる。
教えましょうか。アダによろしく。こいつで身を守れ。エイチさん、隠れて突き動くつもりだな。そっちがそうくるか。こっちも姿を消そうぜ。カレリオつぐみ次だ。任せろ。決めるおい、ぼーっとするな。ごめんして。一気に攻めるんだ。
手当てが欲しい。待ってくれ。よし。いや僕が。もうない。俺がやる。お前だ。聞いてください。協力してくれ。あの電車使えるんじゃねえか、ユイト。簡易に気づかれないようにどうか。どんな。よかった、間に合いましたね。助かったよ、ルカ。畳みかけるぞ。ナイスだね。やるぞ。ナイスだった。分かってるね。任せろ。やったか。やってください。いや、そら、せい。俺がやる。お前だ。行く、ユイト。せい、それ。畳みかけるぞ。
ずっと同じ顔を見ている気がするぞ。一緒にいる時間が長いせいか、ユイタとは呼吸が合ってきたわね。あの回、どうぞユイタ。依頼の討伐対象だ。見つかねえようにな。次だ。
任せろ。ゲージ仕留めて。俺がやる。やったか。私の力使う。よろしくかけろ。任せろ。行く、ゆいと。見つかねえようにな。力を貸してくれ。
るぞ。よいしょ、やった。いけるわ。よし、あの怪異に立つためには注意して。当たるとしばらく間意識が混乱するの。カエルと死ね。アシストいるか。続けていくよ。やっ、撃て。しびれて動けない敵がいるぞ。周囲に入らないよう注意してください。気が済み巻き込まれますよ。
し、これでいい。コツを教えましょうか。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。オーバーモールにされるとは。任せろ。畳みかけるぞ。終わりだ。任せろ。つぐみ。
敵は燃えてる。華麗に参上。怪我ないか。こういう時はかっこいいんだよな。この程度。帰りを継ぐに。
ルーカ頼む。見えなくなったが、ビンビン気配を感じるわ。一緒に密着もんね。サスを使ってサクッと見つけようぜ。感谢收看，喜欢可以到电玩熊 YouTube 频道按个订阅。